サントメプリンシペの地図。ロラス島は地図南西、サントメ島の南端にある。ロラス島はサントメプリンシペ領の大西洋上の島。ロラス島はギニア湾の赤道上に存在しており、サントメ島のすぐ南に位置している。行政区画上はサントメ州、カウエ県に属する。島は小規模なリゾート基地になっている。島の主要かつほぼ唯一の経済活動は、 リゾート施設に結びついている。島の常住人口は約200人であり、そのほぼ全てが観光産業に直接従事している。島内にはその場所が赤道直下であることを示すモニュメントが設置されている。ロラス島へはサントメ島南部のポルトアレグレ港から出港するボートが唯一の交通手段になっている。ガーゴコーチニョ、右ポルトガル海軍の将校。 広報誌であり、歴史家だったガーゴコーチニョが1915年から1918年まで、この近辺の測量任務を指揮していた。任務の内容は、付近の当初における基礎となる測地網の設定と事後の三角法による測量、精密な測量及び天体観測だった。任務中、コーチニョは、赤道がロラス島を横切っていることを発見した。この成果は、 1915年から1918年のサントメ島における測量任務の報告、ポルトガル語、レラトリオダミスをジョバデシカダリアデソーントム1915から1918で発表されるとともに1919 19年に発行された地図に反映された。このことは、ポルトガルの植民地における実用的な測地学における最初に達成された事業だと考えられている。 ありがとうございます。